平成28年7月20日、阿蘇市立内の巻小学校の4年生が、阿蘇市山田の大観望で、阿蘇のカルデラと草原の成り立ちを学ぶ草原環境学習を行いました。内の巻小学校では4年前から、阿蘇の草原について総合的な学習の時間を利用して学んでおり、この日は阿蘇グリーンストックの協力のもと、大観望で火山地形を望みながら、カルデラの成り立ちや草原と人々の暮らしについて、阿蘇火山博物館の講師やジオガイドからクイズなどを交えながら解説してもらいました。児童たちは自分たちが住んでいる場所を見下ろしながら、内の巻小学校の場所を探したり、何万年という歳月と度重なる火山活動を経て、現在の阿蘇の地形ができたことを学んでいました。また、草原の遊歩道を歩きながら、そこに自生している花や生き物を観察し、熱心にその様子を書き込んだりと、改めて豊かな自然の中で生活していることに興味を抱いていた様子でした。この草原環境学習は4年生を対象に行われていて、秋には草原で草泊まりを自分たちで作り、実際に宿泊する体験学習も予定されています。